はい、実践不動産投資塾、今日はね、塾生からの質問にお答えしていこうかなと思います。塾生がね、自分でね、住む、自分が住みたいマンションをね、大阪の方にあるんだというふうに言ってました。でね、今塾長、不動産は買いでしょうかっていうふうにね、質問が来てます。まあ、買いかどうかっていうのはね、基本ね、まあ僕の動画でもよく話してるんですけど、あなた自身が欲しいか欲しくないかっていうのが、まあ一つの買い時、買いたい時が買い時っていうのはね、家電じゃないんですけど、一応そういった考えがありましてね、本当に自分が欲しいのであれば今買うべきだとは思うんですけど、ことね、資産価値として見る場合はですね、まあ大阪のね、駅徒歩5分と聞いてますので、一番ね、高い時、大阪が一番ね、駅前のマンションが一番高い時は確か2年前か1年前、2018年から2019年の初旬だったかな、それぐらいがね、確か一番高かったはずです。それからね、徐々に今資産価値というかマンションのね、価格は下がってきてます。それによってね、あのマンションの設備なり、資産価値なりっていうのがどんどん、まあそれなりのものになってきてるんですけど、まあ僕の動画でもよく話してるマンション新築っていうのはね、最初にデベロッパーの利益であったり、まあ施工会社ですね、施工会社さんの利益が3割はね、最低乗ってますので、そう考えた場合、買った瞬間に3割は価値は下がると。であとは20年経ってね、3割下がった分から徐々に20年かけてどんどん資産が目減りしていきますので、資産価値としてだけ考えるのであればね、答えは20年経ったマンションを買うっていうのは一つの答えです。ただね、まあマンションの場合はね、自分が住みたいマンション、新しいマンションの方がいいっていう場合もありますので、ね、その辺の判断はね、僕の方ではちょっとつきかねますのでね、本当に欲しいマンションを買うっていうのも一つの選択肢なんじゃないかなというふうに思います。あとね、自分が住むマンションでも、まあ、一応うちの塾生であるわけですし、まあ、不動産投資をしようと考えているのであれば、必ず資産として考えた方がいいと思いますよ。ゆくゆくはね、そこにずっと住み続けるわけではないというふうにお聞きしてますのでね、転売なり、まあ、人に貸すなりっていう場合は、必ず資産という部分を考えてされた方がいいんじゃないかなというふうに思います。あとね、一件質問、塾長、自分の家、自分が住んでる家がね、火災保険の満期の書類が来ましたと。で、更新するにあたってどのような形で更新すれば一番いいでしょうかっていう質問が来ました。まあそのね、保険証券僕見てないのでね、何とも言えませんけど、昔僕が不動産やり始めた時はね、建物の火災保険なりマンションのね、火災保険っていうのは10年とかね、15年とか長いものでね、20年っていうのがあったんですよ。ところが僕火災保険の資格持ってるんですけど、ここ最近ではね、確か5年以上は多分保証、まあ火災保険のね、書類として5年以上は確か認められなかったんじゃないかなっていうふうにね、この間ニュースかなんかに出てたと思うんですね。というふうに考えると、これはどういうことなのかっていうことなんですよね。つまり保険会社が5年以上の保証は見ないっていうふうに言ってるわけなんで、つまり保険会社がこの度の、まあ震災なりね、まあ例えば水害、台風被害なんかで保証をね、多分見切れないんだと思うんですよ。10年20年先の保証までできないよって言ってることだと僕は思うんですね。ですから、そう考えると、今一番最長で伸ばせる5年っていう部分のね、火災保険に入るのが答えとして丸なんじゃないかなというふうに思います。おそらくこれから先ね、どんどん保険料っていうのは上がってくると思いますよ。そうやってね、刻んでくるっていうのはね、まあ理由を考えたらさっき言った通りですよね。ですから今入れる最長の分でね、保険をかけるっていうのが一つの、まあ間違いのない答えなんじゃないかなと。あとですね、まあこれ楽天のね、確か保険もそうだと思う、確か楽天そうだったと思うんですけど、住む地域ですね、この動画を見られているあなたの住む地域が土砂災害地域であったり、水害被害が出るであろう地域の場合はですね、確か火災保険がね、通常の保険は確か費用が余裕めにかかったと思います。まあ、これからね、昔はね、どこに住んでても一律の火災保険だったんですけど、今はそうやって地域を絞ってね、保険料を変えてくる時代ですので、それを考えた場合、やっぱりリスクを企業を負いたくないっていうのがね、よく分かってきますので、
極力長い文に入っておいて間違いはないんじゃないでしょうか。はい、今日はね2件の質問にねさらっとお答えさせてもらいました。皆さんもね日々何か、悩み事とかね、僕の意見ね、参考程度でいいと思うんですけど、聞きたいなっていうことがありましたらね、 YouTube なりうちのね、LINE のオープンチャットでね、実践不動産投資塾の塾生の方で質問を受け付けてますので、どんどんねお気軽にお問い合わせしてください。僕がお答えできる範囲でねお答えしていこうと思いますので、よろしくお願いします。ということで今日はこれで以上です。ありがとうございました。はい、実践不動産投資塾、春ですね。本当気持ちいい季節で暑いぐらいです。今日もねおまけ動画撮っていこうかなと思います。今日は朝からですね、土地の買い付けといいますかね、その土地がどういった土地なのかっていうのをね調べるために役所とね法務局を行ったり来たり、飼い主さんのところにも行ったり来たりしています。土地のね私の立場からすると、途中で買い取りさせてもらったり、買いたい業者さんに売りに行ったりねする作業、日常なんですけど、なんと言いますか、仕事柄ねたくさんの人と関わり合うことが多いんです。でその中にね、それぞれの方の特徴っていうのをねある程度自分の中でね落とし込んでその方と接するんですけど、当然人によってね僕の態度っていうのはねあんまり変えたくないんですけどそういうわけにもいきませんので、一応年上目上の方にはね一応敬意を払って、年下の方でもね敬意を払って、同級生にも敬意を払って、敬意は払い続けないといけないんですけど、ある程度ねこう変えてね対応はしていってます。その中でね、癖と言いますか、人によってね相手を責める人がいるんですよ。要はね矛先を向けてくる人ね、癖だと思うんですけど、僕はそれは絶対にやっちゃいけないとね自分の中で戒めてます。一番ね対人に対してやっちゃいけないことなんじゃないかなっていうふうに思います。というのもね、仕事柄ミスっていうのはどうしたって出るんですよ。人が動きますんでね、ロボットじゃないし機械じゃないので、ミスっていうのはある程度出てくる。防ぎようがあるミスもあれば防ぎようがないミスっていうのもあるんですよ。で人ってね、とっさに聞かれたら答えにくいことも当然あるわけですね。そのたんびたんびね矛先を相手にこう向ける癖がある人はね、その都度相手嫌な気持ちしてますんでねこの動画を見られてる中の方にもね、ついつい対象を人に向けてしまう人いると思います。僕自身が過去実はそうだったんですよ。そのことをね妻にもそうですし、同僚にもそうですし、部下にも責められたことがあります。指摘されたことがあります。でね、なるほどなと思ってね、それをやめるように今意識しています。そうするだけでね随分ね人と人との対応っていうのがね変わってきたなというふうにね感じ取れる部分ですので、ついつい人を責める癖がある人改めた方がいいですよ。あなただってミスをするんです。僕だってミスをするミスしかしないのでね、あまり責めるのはやめましょう。自分は簡単に変えることができますけど、相手を変えることって基本できませんのでね、意図として、僕が今言わんとしている意図がねこれで伝わればと思います。以上です。ありがとうございました。